はい、皆さんこんにちは。高橋貴子です。今日はですね、私のコンサル養成講座の方から、ご活躍されている、コンサル生の、ね、皆さんをクライアントとしてご紹介をしていくんですけれども、今日はですね、粉雪シフォンの主催の舞花直子さんをご紹介をしていきたいと思います。はい、舞花さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はね、コンサルとしてね、今後もまたご活躍されていく上で、まあ、一区切りついたところで、コンサル業っていうものをね、どんな感じで考えていて、これからどういうふうにご自身が活動していきたいかっていうことをちょっとインタビューしていきたいというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、これね、初めて見てる方とかわからないかもしれないので、ご自身のね、お名前とか、プロフィールをね、自己紹介をお願いします。はい。岡山県岡山市で米粉、グルテンフリーとノンオイルでふわじゅわを売りにしています。米粉シフォンケーキ専門教室粉雪の舞花直子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。舞花さんはシフォンの扱ってからどれぐらいなんですか？米粉シフォンケーキを扱ってレッスン始めたのは2019年からです。じゃあ約3年ぐらいってことですね、現状で。そうですね。はい、こんな感じの方がよくそのシフォンをいいなって言ってくれてるんですか？そうですね、最初にやっぱり米粉シフォンケーキでその募集をした時には、小麦粉シフォンケーキに、私もともと小麦粉シフォンケーキもしていたのに、その時の延長の方が多かったんですけど、もうドバッとこう一気に習えるよっていうのを出した途端に、体のやっぱり病気を持たれていた、もともと持っていた人、食事に対してこう見直しがしたいなっていうタイプの方からの問い合わせが急に増えてきました。まさにグルテンフリーがちょっと意識づきが始まった頃だったのかなと思います。うん、今でもやっぱりそのタイプの人たちが多いって感じですかね。そうですね、今でも小麦粉シフォンをこれまで焼いていたんだけど、米粉シフォンケーキってどーんと、それもノンオイルって食べたことがありませんみたいな、やっぱり健康志向とか最近言われ始めてるの、もっともっと言われ始めてるから米粉に注目を浴びてるのかなっていう風な感じ。ただ習いたいっていう人よりは、本当にそういう米粉だから習いたいっていう人が増えてきたと思います。なるほど。舞花さんのところね、教室はディプロマとかもね発行されてるから、はい、一般の方とディプロマ取りたい人とどっちの割合が多いんですか、今は？そうですね、2019年の開校当初は趣味の人っていうのが結構大半、8割は占めていたんですけど、ちょっとその後半の募集からは、ちょっと思い切って、そのなんていうんだろう、ディプロマをしたい人の気持ちっていうのがすごく本気な人が多かったので、はい、私はなんか本気な人を見て差し上げる方が自分自身がとてもやりがいが出てくるっていうのがあったので、ちょっと思い切ってその趣味コースっていうのをちょっと目立たなく出すようにして、でディプロマコースだとこんな感じでいいことあるよっていう見せ方をし始めました。なのでそっちの方が今はもう主体でやってるし、今はもう趣味の人は募集をかけてないっていう感じになってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、そんなね、舞花さんが、ディプロマを、ね、中心にやられてきて、で今回コンサル業を行おう、まあ、習ってみようというか、まあ、それでコンサルとしての仕事もやってみようと思ったきっかけがあると思うんですけど、きっかけ教えてください。そうですね、もう本当に2019年に自分が米粉シフォンケーキで講座を作った時点で、実は粉雪シフォンの最初の一歩っていう、なんか開業講座をちょっと特典にしていたんですね。なんかそれほどまだ自分も、いや、駆け出しではあったけど、それなりにここまで来るまでに自分が歩んできた過去があるんですよ、失敗した過去がっていう風な話ができるので、まあそれを発端に開業準備、皆さんもしされる時にはこの話が役立ちますよっていう講座を作って、自分なりにちょっとパソコンに
なんか表とかなんか作ったものを見せてあげるっていうのを本当に趣味コースの人も含めやっていた時期があったんですね。はい、でそこそれはそれでいいんですけど、結局それを1年やって、はい、ふっと気づいたら誰も何にもできてないんですね。はい、話をね聞いた後にどうでしたかって聞くと、いやーブログが大事なんだなと思いましたとか、あーホームページねあればいいんでしょうねとかね、なんかそういう風なことを言ってるけど、結局それに踏み込んだ人が一人もいなかったんです。もう1年半ぐらいかけて、うん、でそれで、ああこれはちょっとそういう米粉雪シフォンのシフォンケーキでちゃんとお仕事がしたい人のために、要はちょっと認定講座っていう認定講師制度っていうのを去年の暮れから始めた時点で始めようと思ったのがきっかけ。それが認定講師の仕組みだったんですね。うんうん、認定講座というか、まあ、なんだろう、こう立ち上げても間がない時に自分が教えられることを1年通して教えられるかなっていう、まあ、グループを作ったのがきっかけで、うん、その作って2ヶ月後に、はい、高子先生のコンサルタント養成講座っていうものが出来上がりまして、これは私に必要っていうところから、ちょっとその道の学びを同時に始めたって感じ。はい。まあ、まとめると、今日は自分のクライアントさんが困ってたと。で、自分なりきの経験、なんだか自分なりきに使えてたんだけど、1年半やってもみんながあんまやってくれなかったから、これはちょっと本気でやらんといかんぞと思って、資料を作ろうかなと思った時に、ちょうどその資料を使ってもいいし、教えてもいいよっていう講座があったから、それでじゃあ私教えられると思ってやったっていう感じ。そうですね、その資料作りというのが本当に大変な作業なので。そうなんです、資料をもとに自分の経験が伝えられるといいなということで。そうですね、まあ、その資料っていうのがね、まあ、お元になるところで言うと、私のリビング企業アカデミーって言って、実際にもう7年くらいリニューアルをし続けている講座で、彩香さんが習った時とだいぶ進化してるでしょ。だってそうですね、ああいう資料っていうものはこう分かりやすくっていうのはもうほとんど言葉でのね説明だったと思うので、時間も長かったしね、リアルだったし5時間だったから、それをやっぱコロナでオンラインに変えたことで、資料でやっぱり作っておいて勉強もしておいて、でリアルをちょっと短めにっていう形にスタイル変えないと、うん、対面5時間はね、あれあれで濃厚だったんですよ。うん、対面の時の人の方が、まあ今よりもなんていうのかな、やっぱ伝わる量が違うから、うん、ちゃんと基礎力がねもちろん落ちてて、で今の別に講座が悪いとかって言ってるんじゃなくて、それを補完するためにどうしても自主学習もしててもらわなきゃいけない時期があるから、そこは見てあげられないとこだから、資料が必要よねと思って作って、100時間ぐらいかかってるんだけどね、あれ全部作るのに。そうです、本当に資料があることで私の頭の中が、あの時の話はこういうことだったのかと振り返ることもできて、逆に本当に勉強し直せれたし、説明もそれがあることでよりやりやすくなったっていうのがあるので、ちょうどいいタイミングだったっていうことだった。本当に、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次ね、次のご質問2番目なんですけど、はい、教室のビジネス、まあ、シフォンケーキやっていて、でコンサルっていうのもやって、でそれを、まあ、少し移行しているような部分もあるんだけど、自分的には比重とか思いとか、そのあたりはどんな感じで考えてますか？そうです。まだまだ米粉シフォンケーキをこうまだ日本中に知らない人もたくさんいるし、趣味だけでいい人もいれば、いや本当に本業でやりたいっていう人も分かれると思うので、ちょっとそのまだ本業でやりたいっていう人のために、もうちょっと自分も頑張って伝える方にも力を注ぎたいと思っています。で、その習った後に、例えばその人が技術だけじゃなくってこれで仕事にしたいっていう人が出てきた時に、その時にもう迷わず、昔みたいに迷わず、あ、じゃあこういう風にねしていけばいいよっていう、まあコンサルっていうとまだあれですけど、そういう道が自分も誘導してあげられるっていう、まあ、コンサルですね。そうですね。っていうのが、だから今五分五分、うん、
ぐらいでやっていきたいかなと思ってます、うん、そうですね。まあ、前川さんの場合はね、先ほどご自身でも言ってたように人より失敗が多かったとかってね、そうなんです、だからそうなんです、ここはすごいなんか自信がないとか前に進みませんっていう人にとっては心強いんじゃないですか。だって失敗いっぱいしてくれてる人がそこにいればね、その失敗経験が聞くだけでもなんかためになりますよね。そうです、だから2014年にもう自分の身勝手に、なんて言うんだろう、自分だけの知識で開業して 4,5,6,7,8,9 とか6年間、うん、もう本当に無駄な動きいっぱいして、あれも無駄だったなっていうこともいっぱいして、ホームページも作ったしブログも作ったし、もういろんなことしてきたからこそ、うんうん、本当に失敗の時期が今の時期より長いからそうです、ね、とても共感できます皆さんに。だからすごい、まあ、私はいろんな人を、ね、1000人以上とか数千人見てるんだけれども、やっぱりその正しいやり方と正しい道を知って努力する方が楽ですよ、やっぱり。そうです、なんやかんや楽ですよ。もうスマートに進めていきました、そこからは。だから、ね、誰と出会って誰に習うかっていうのは結構大事なんだけれども、逆にスマートに進まなかったから、そういうスマートに進まなかった人を導いてあげるのにすごく共感できてね、いいなっていうところはあるなと思いますけどね。はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、で実際今回コンサルタントね、養成講座、まあ、8ヶ月講座で、まあ、この後もまだ継続でやっていただくんですけれども、学びとか気づきが、ね、あったベスト3をね、皆さんに聞いてるんですけど、はい、どんな学び気づきがありましたか。私、そうですね、人、生徒さんからにしても何かこういう悩みがあるんですって聞いた時に、まず頭の整理をしてからその質問されたことに対して順序よくお答えしていくということの、もう重、そこが命というか、もう毎回、もう何度も練習させていただき、いやーと、ここはもう本当に自分の課題だということに気づいている6ヶ月でした。1個目ね。で、結局ね、それっていうのは、直子さんがどうっていうことじゃなくて、で割と教室の先生って全般的にですよ、自分がね教えるのすごい必死になっちゃって、生徒さんの話を聞くっていうのが苦手な人っていうか、聞いてる風で聞いてない人多いんですよ、私出て、うん、だからなぜその 聞く力が大事なのかっていうと、例えば教室授業とかでね、売れる講座作るって言ったら生徒さんの声で作る方が全然簡単なんですよ。だけど発売力とかはない人っていうのは、これがいいだろうって自分の思い込みで作っちゃって暴走して、でリリースするから売れないんですよ、うん、で売れないから困っちゃうでしょ。で原因どこなのっていうと、大概生徒さんの話聞いてない。で聞いてればこんな感じのが次欲しいのかなとか分かれば、それに合わせて作っていけば大体売れるんです。だからそのあたりはね、教室の先生全般的に足りてない人が割と多いから、そこを気づけたっていうのは結構ね、まあ、努力目標としていいよねって思います。はい、本当にそこ一番大事だと思いました、ね、生徒さんの話聞ける人って結構少ないっていうイメージなんか分かります、なんとなく、うん、やっぱり先生って自分が主導っていうか、その何か技術を教える先生、自分が教えなきゃ教えなきゃ聞いて納得っていうよりはね、自分のことをアピールして尊敬してもらってじゃないけど、なんか学んでほしいっていうね、上から目線というのでもないけど、そういうのがどうしても出てきました。喋ろう喋ろう喋ろうってね、思う方が多くて、ついてきてる生徒さんが本当についてきてるかどうかっていうのも本当はチェックしなきゃいけなかった、うん、あと未来の講座を作りたかったり、未来の生徒さんを寄せたかったら、その人たちの満足度合いがどこのポイントがあるのかっていうのを理解して集客かける方が楽なんですよ。理解力がね絶対的に必要 で集客うまくいってる人はそこの理解がちゃんとできてる人です、大体、うん、ね、で十人十色で本当に生徒さんによってみんな違うから、
そこを本当に一個一個理解していくっていう、本当にそう思います。うん、いい本当に学びになりました。はい。一個目ね。はい。一個目は何かありましたか？一個目はやっぱり皆さんやっぱ相談されるイコール自信がなかったり、まだまだ頭真っ白で、ね、誰をビジネスモデルにしたらいいのぐらいの気持ちで、ご相談されるときに、ついついその皆さんのテンションとかに自分が、あ、そうですよね、ってなりそうなところを、いや、そうじゃない、そうですね、とか、こう、悩んでる、皆さんがこう言葉で発して悩んでるこの塊の向こう側を気づかせてあげるようなお話を、いつもこの辺で、なんか、探しながら喋れるようになってきたというか、そうなるように努力しながらお話ししている自分がいましたというか、そういうふうにな話し方をするようになりました。慣れたかな。ちょっと、うん、そう意味わかります。なんかこう流されないようにっていう意味ですね。自分がね、そう、落ちていく気持ちを最後には、あ、なるほどねって思っていただけるように、ここでいつもなんか練ってる感じです。そうですね、はい。なんだろうね、教室の先生だとそこまで考えなくていいんですよ。だって教えっぱなしも OK だから。そうです、そうなんです。だからやっぱり、それこそ救ってあげたりとか後押ししてあげたりとかやれば、この人人生変わるのにとか、なんかそういうところもまで考えてあげるとすると、まあ、落ちてる闇の中でずっとぐるぐるしてたい人っているので、その人はもうどうしようもないんだけど、何かしらきっかけが欲しくて這い上がりたいともしも思うんだったら、やっぱその背中を押すのか引き上げてあげるのか、まあ、いろいろ人によってやり方は違うんだけれども、まあ、その点を見てやってあげるっていうことが大事って気づいたっていう感じで。そうですね、今私2と3がごっちゃになって話していたことに気づいたんですよね。そう、2つ目が要はマイナスな気持ちになった人を、こうそこじゃなくって、自分が成長する方向に向かっていくにはどうすればいいかっていうのを気づいてもらえる話をしていくことっていうので、で3つ目がその人がその技術面とかだけを習っていた時とは違って、その方の内面に寄り添ってお話ししていくっていう違いがあるなっていうのが、自分自身が気づいてるって感じですね。気づいた。だから、はい、だからね、そう、それが、ね、なんかいろいろ気づいたことがいっぱいありすぎて、ちょっと3つにまとめるの難しかったんですけど。そうですね、今皆さんにインタビューしてて、いっぱい気づきがありすぎて、3つってなかなか大変ってみんな言ってたから、まあでもその3つっていうのは多分自分の中で結構重要な内容だったんだとは思いますよ、おそらくね。なんか作り方を教える自分と、その方により、中身に寄り添うっていう自分が、ちょっとスイッチが違うと思いました。ここはね、コンサル業としてやっていくっていう部分で考えた時には必要だと思うし、まあ、コンサル業じゃなかったとしても人生でいろんな人と触れ合ってやっていくっていうところでも、きっとその気づきは必要だった内容じゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、ありがとうございます。いいですね。これからどんなコンサルタントになっていきたいかっていうご質問なんですけど、どんな感じのコンサルになりたいんですか、前川さん。だからそうですね、これちょっと、私いろいろと、そうですね、あ、こっちか。今3番です。すいません、4番目、まあ、3番ちょっとね、3番ですね、今番号が、ごめんなさい。そう、要は結構コンサルタントなんて言うんだろう、その方の相談を聞くときに、今まで結構その相談受けて喋られる方って、自分が歩んできたことを振り返ることなく、今の自分自身だけを見て
悩まれている人が本当に多いので、そこではなく本当に今まで生きてこられたその方のもう若い頃から今に至るまで経験してきたこと全てが全部あなたの個性とプラスになっているっていうことに気づいてもらう、そういうのに気づいてもらう、その一緒にだから人生冒険じゃないけど、そのようなことを本当に歩んでもらえる、なんていうの、私がそれを引き出せるような話ができる、そういうコンサルタントになりたいと思ってます。瞑想する、一緒に作っていくとか、そんな感じってことですか？そうですね。なんか文字だけで考えていくと本当に何も思い浮かばないと思うので、自分の良さに気づくって本当に、ああ、それって自分の良い、いいところだったんだなっていうのに気づいていただくことができる、話ができる人になりたいです。自分自身がそうだったから。自分自身がそうだったからっていうことは、じゃあそれを振り返って自分の過去ってこうだっていうのも合わせて、ね、それに気づいたらどういうふうに自分変わったんですか？そうですね。なんかやっぱり自分の得意ってこういうことだったなとか、なんかまあ私の場合はちょっと動物の世話とかもなんかもう、なんか一つのこと成功するまで人を、なんていうの、面倒見るのが好きだったり、まあ、できない人をできるようになるとか、一個を組み立てて仕上げるっていうのが自分の中で得意だったからこそ、今のシフォンケーキのシリーズも作れたのかなと思うし、誰が見ても、おお、すごくないって言ってもらえる商品になるまで諦めないとか、まあ、そういう個性が自分にあったっていうのも特技だったなって思ったりするし、あとはまあ、もともとやっていた保育士っていう、なんかこう、混乱になって、影の方で目立たない人でも、あ、逆にそういう人に目をかけてあげるとか。それは、ね、そういう人にとって嬉しいでしょうね。だって、目立った人は目立ちますからね、普通に。そうなんです。隠れちゃうような人にもちゃんと目が配れるっていうのは、保育士の経験が生きてるっていうことですね。そうですね。だからちょっと受講が途中で止まったような方でも、まあ、これはいいことかわからないんですけど、やっぱり、何かあったんですかっていう、ちょっとそういうものがあることで、あ、いや、先生言ってくれたから頑張ろうって思いましたっていう生徒さんも結構いらっしゃるので、まあそういった、やっぱり自分はタイプかなって思ったりもします。だから、まあまあまあ、なんていうのかな、寄り添い型っていう、まあある意味ね、その、もちろん個性の問題があるから、その自分でできないけどっていうところを助けてっていうタイプの人とは相性いいね。そうですね。でもちろんそのできました、私できましたっていうような人を応援するのも楽しいし、もっともっともう自信持とうみたいな盛り上がりも好きなんですけど、だからそこでついていけない人ってどういう心境なのかなとか、やっぱり状況を知ってあげておきたいみたいな、ちょっとそんなおせっかいなのかもしれないけど、世話好きなところもあったかなっていう感じです。もうこの領域は本当にコンサルのスタイルによって違うからね。そうだから、どこまで見てあげるのかって、まあ受け負いできる人数にもよるからね。そうですね。人数多くなったらそこまで見てあげられなくなっちゃうから、今はまだ見てあげられるうちは今習っといた方がいいかなっていうところですね。そしたらね、なんかそういう人も必ず出てくるというのが分かるから、もう最初のスタートレッスンの時なんかに、出てこれない方の理由ってこういうことが考えられるので、もうとにかく3ヶ月はもうついてきてとか言っていう風な感じで、ちょっとこうダメになりそうな人が出てくるかもみたいな、そういう風な前置きができるようになってます。そこはね、優しいっちゃ優しい。悪いとかいいとかじゃなくて、要は相手が誰を選ぶかだけのところなんで、私はやっぱり自分で歩く力を育てたいから、おんぶに抱っこまでは見ないタイプですね。そうだから全部見るじゃなくて、そういうのも含めて、おんぶに抱っこでやる予定ではダメだっていうことも喋ったりするんだけど、まあとにかく自分の長所なのかなと思われるところを
やっぱり発揮できるのをやっぱ自分の生徒さんにも気がついてほしい。でそれを言葉にして、要はランディングページの文言にもなっていくっていうイメージ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問ですね。コンサルタント養成講座今回受けていただいて、どんな人におすすめですか、内容的に。やっぱり本当にやっていきながら、これってああもうっていつでも投げたくなるような心境になる時だって、もちろん自分の仕事もあるからあるとは思うんですけど、本当に自分の目先の利益だけを目的にしているのではなくって、ある程度自分の時間を犠牲にしてでも、本当に目の前で困っている人が困っているっていう状況を私もどんどん想像しながら、ああなるほど、ありがとうございますってよ喜んでくれている顔を想像しながら、いつもアドバイスをメールをちょっと打ち返したりとかしているんですけど、そういうことができる人かなって自分的には思ったりします。そういうことってごめんなさい、具体的に言うとどういうこと、そういうこと。要はその方に寄り添い続けられる人、その人が例えばじゃあ何かを言ってくるまで待つっていうことももちろん私もするんですけど、悩んでいる方に対してずっと気にしてあげられるっていう人、まあ、声かけるかけないは別にしても、だからそういう人がふっと何か出してきた時に、あ、よく出してきましたね、待ってましたよっていう風な感じで私は言ったりするんです、はい、あともうあと2個あって、あとそもそも自分自身の事業に対しても常に複数のこと教えてあげられると思われる、まあ、何でも3つでも4つでもこう継続し続けてきた人じゃないと難しいと思いました、あとはこう自分が例えば苦しい状況に陥った時でも、いつも自分をがこうその先を乗り越えるっていうことをイメージしながら行動できる人じゃないとできないのかなと思ってます。っていうか自分がそうなるように努力してます。なるほど。そうなるように努力をしてるということは、やった経験とかなんか体験とかあるんですか？それ乗り越えてきたとかって、これは人に言えるとかっていうのあるんですか、マイカさん？なんか例えば、まあ生徒さんとでもいいし、何かこう落ち込むこととか。絶対あると思うんですね。こう、ああこれちょっとすごい問題起きたな、困ったなって言った時に、その問題に対してそれをこうなんていうんだろう、解決するっていうのはもちろん大事なんだけど、それを解決した先にある自分の姿はどうでありたいかっていうのをイメージすると、もう行動は前向きにしかなってないという。具体的っていうとすごい生々しくなるんですけど、要は生々しくなってから、その先に自分はどうなっていたいのかっていうのをもういつもイメージして、じゃあこのぐじゅぐじゅはちょっともう塞いどこみたいなのも必要だっていうこと。だからそういう行動が自分自身ができてないと、もう生徒さんのぐじゅぐじゅに一緒にはまっていくっていうのが本当に起こりうる、そういう仕事だと思いました。なるほど、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に、今後のねご自身のビジネスの展望と理想の未来の姿、まあ、未来を語っていただきましょうっていうところなんです、はい、このあたりはどうでしょうか。はい、じゃあ米粉シフォンケーキの教室に関してはもうちょっと私もまあ、粉雪シフォンのシフォンケーキを教えるものとして全国もうちょっと本気ので習ってこう販売がしたいなという人を広めていきたいなっていうのが展望です、でそれに対してこう教室がしたいなとか本気で開業したいなって思う人に対してコンサルもできるよっていう風な自分でいたいです。はい、わかりました。はい、はい、じゃあね、いい感じの未来。ちなみに、まあ、今メインはお仕事の仕事のねお話だったんだけど、全く関係なくプライベートで何かしたい、買いたい、行きたいとか、なんかそういうものとかどっかなんかあります？行きたい、買いたい？
とかそういうプライベートで何かやりたい、今仕事の話。ああ、本当ね、私結構仕事魂がある間って何にも別に旅行したいとも思わなくて。なるほどね。でもこの間、そう、コンサルタント養成講座の皆さんと温泉に行った時、淡路島、ね、これ車に乗ってまた来たいとか思ったんで、温泉好きかなと思いましたね。まあおすすめよ、基本的に。まあ私は大概全国の温泉あちゃこちゃ行ってるけどね、旅行会社だった時とかも毎月温泉行ってたからね。なんか一度だけね、まあ新婚旅行いうのもあったりして、片道7時8時間飛行機に乗ったことあるけど、あれ偉かって。だから結構海外の一周したい人の気持ちがちょっとね、理解するんですけど、いや行ったらいいけど、その道中大変が先になってしまって。あ、そうね、岡山淡路島近いもんね。そうですね、だからこう車で行けたっていうのもあって、そうか、あんまり大きな夢がないですね。あ、いや別に別に夢がないっていうとでも大好きだから、でも全然構わないですよ、全然構わないです。でも本当もうちょっとのんびり、来年ぐらいちょっと温泉ゆっくり行ってもいいなっていう感じ、うんうん、ね、そしたら例えば先に設定しちゃえばいいわけで、この日に温泉をと設定すれば、まず日付を設定したら今度行き先決めればよくって、行き先決めたら宿を選べばいいだけだって。本当ですね。うん、でも本当に、あ、そうだ、私の夢ありました。やっぱり今、一応県外に生徒さんがお店構えてるんですよ、本当。うんうんうん、ここをね、ツアーで行けるなんていう日があればいいななんて。いいんじゃないですか。だから全国にいるんだったら、じゃあ、例えば関東近郊に行くったら3店舗回るって決めて関東行くとか、うん、九州に何人かいるから、じゃあ九州に行ってって、まあ、近いか離れてるか知りませんけどね。うん、そうなんです。だから今地図感ないのと旅行慣れしていないっていうので、ちょっとパッと腰が上がらないんですけど、なんか皆さんのお店行って食べに行きたいなとかね。それいいと思いますよ、うん、来年とか再来年にはもうやったらいいんじゃないですか。そうですね、再来年ぐらいに本当行けば3店舗ぐらいあるとかいうところは本当にみんな、うん、なんだろう、行きたい人一緒に車に乗って。ああ、いいと思います。それもね、楽しいし、みんなで他の店舗の覗きに行ってとかっていう、いや楽しそうです。本当にもうなんかハグってしちゃいそう。すごいやんって、ね、特に販売やってる方も多いからね、マイカさんの教室だけじゃなくてね。うん、そうです、家のね、お庭に作ってる人なんかもいるから、本当に、いやーもう写真も撮りに行きたいみたいな。それはね、ぜひ皆さんでやられるといいんじゃないかなと思います。いつかやってみたいというのが今ありますね。はい、ということで、はい、じゃあね、今日はいろいろインタビューありがとうございました。はい、お子さんありがとうございました。はい、じゃあ今日もね、米子志望粉雪の、主催でコンサルタント、コンサルタリブラプレッシングコンサルタント前川直子さん、話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。